カオー浜田山虎の子不動産です。こんばんは。今日はリサーチ型の海賊版サイト基本的な仕組みの解説ですと。インターネット上で漫画を無料に読める海賊版サイトが、まあ、500から600存在することが出版業界の団体調査でわかりました。閲覧数の上位10サイトには日本国内から1ヶ月に 6000万回の接続がありました。海賊版サイトマンガ村による著作権法違反容疑立件も著作権侵害の被害は引かり続けておりますと。えー、っとですね、ページを自動的にめくる動画が流れる動画投稿サイト型、自分の SNS のページにデータを公開する SN 型、4つぐらいに分類できますね。 えー、オランダやスイス、海外のサーバーやサービスを使ったものが多く、大半がダウンロード型ですね。中でも海賊版のデータをダウンロードできる URL を多数載せてるリ,リサーチ型がありましたと。それでは気をつけてください。お先に失礼します。